皆さんこんにちは、写真家の吉住志保です。今回は花の撮り方の中でも背景選びについてお話ししていきたいと思います。皆さん綺麗な花を見つける、これは綺麗な写真を撮るのね、当たり前ですけども、写真というのは主役の花だけじゃないですよね。背景も含めて1枚の写真ということで、主役の花とともにその舞台となる背景作りも大切なんですね。では、こちらの写真ね、見ていただこうかと思います。ユリがあって後ろにね、木漏れ日の感じがね、映ってますけども、背景をほんのりとぼかしています。背景をどれぐらいぼかすのかぼかさないのか、これはですね、ボケのコントロールによるものなんですね。ボケというのはどのようにして作られるかというと、背景ボケ4つもポイントがあるんですね。それをすべて取り入れると背景をぼかしていく、自在にね、選んでぼかしていくということができますので、まず背景をぼかすための4つのポイントについてお話ししていきます。背景をぼかすにはということで、4つの要素、この画面にね、まとめておきましたけれども、まず1つは絞りを開ける。カメラのこの撮影モードですね、モードダイヤル、 A モードもしくは AV と書かれたモードがあります。そちらに合わせることによってレンズの中の絞りを変えることができます。絞りはですね、この画面上では F いくつという数字で表示されますので、その数字をね、変えていくとボケのコントロールができます。この F という数字、F 値、絞り値、F 値または絞り値と言いますけども、この数字が小さくなるほどボケが大きくなっていきますので、この数字をね、ダイヤル操作などで小さくすることによってボケが得られます。そして2つ目のポイントですが、焦点距離の長いレンズを使う。焦点距離というのはですね、レンズそれぞれにね、名前がありますけども、これですと40から150ミリ、これですと12から40ミリというように、何ミリ何ミリという数字がありますよね。その数字が焦点距離なんですけども、その数字が大きいほど、焦点距離が長いね、ほどボケが大きくなってきますので、このね、標準ズームレンズよりも、望遠のズームレンズ、こっちの方がボケが大きくなってきます。で、このね、望遠のズームレンズ、まあ、ズームできますので、よりね、アップで映る方にする方がボケも大きくなっていくんですね。それと3つ目のポイントは、花に近づくですね。レンズはそれぞれピントが合う範囲というのが決まっています。遠くはね、星とか夕日とかまでピントが合いますが、近いところ、人間の目でもあんまり近いとピント合わないですよね。それと同じで、レンズもあんまり近づきすぎちゃうとピントが合いませんが、そのピントが合うギリギリですね、ここまではピントが合うというギリギリまで寄ると、よりボケは大きくなるので、クローズアップっていうのはボケが作りやすいんですね。遠くの風景でボケを作るのは難しいですが、クローズアップはボケが作りやすくなります。そして最後のポイント、主役と背景が離れている場所を選ぶですね。一緒にね、撮影会なので生徒さんと一緒に撮影に行ったりするんですけど、カメラの知識として絞りを開けるとか望遠のレンズを使うとかはね、知っているんですけども、どういった場所を選べばいいかっていうのは結構皆さん悩んでますね。たくさん花がありますとやっぱりね、どうしてもどこね、いっぱいも選べますので悩んでしまうんですが、まず綺麗な主役を一つ見つけます。そうしたらその後ろ、背景がなるべく離れているような主役を選ぶようにするんですね。どんなに綺麗な花でも花と花同士が近いと距離がね、近いもんですからボケが少なくなります。やっぱりピントを合わせたところが最もシャープで、そこから離れていくほどボケるわけですから、主役から背景が
離れるほどボケは大きくなります。テーブルごとではね、こうやって動かしたりもできますけれども、実際に咲いてるお花をね、動かしたりすることはできませんので、そういう主役と背景が離れている場所を、探すというのがポイントになってきます、ね、ということで4つまとめてみますと、カメラの方の絞り、F 値小さくする、そして焦点距離の長いレンズを使いつつお花に近づいて、そしてお花の場所選びとしては花と背景が離れている、この4つの要素を全て取り入れることで、こちらの写真のようにですね、背景をぼかすこともできますし、逆に背景をくっきり見せることもできる。くっきり見せたい場合は先ほどの逆、絞りの数字は大きめに、そして、レンズはですね、あまり望遠鏡じゃないレンズ、標準とか、広角というのをね、使っていくことにボケは少なくなりますし、あまりお花には近づきすぎずというように、ボケの要素をね、増やしたり減らしたりすることで、背景をぼかしたりくっきり見せたりすることができます。それとともにですね、ボケというのは後ろ側だけではなくて前側にも現れるんですね。こちらのようにですね、背景もボケてるんですけど花の一部がボケで隠れていますね。これは主役の花よりも前にあるものがボケて花にかぶっているんですね。これを前ボケと言います。どんなものが前ボケになっているかというのがね、分かりやすい写真がこちらです。まず完成写真、右の写真を見ていただくとチューリップがね見えていて、ちょっと茎の部分もほのかに見えてますが、 V 字型のこう谷になるようにですね、ボケが花を包んでいます。でこの正体はと言いますと、左側を見ていただくと手前にあるチューリップの花びらのちょうど隙間から覗くようにして写しているんですね。でそうしますとこのような前ボケがあって、ちょうどね、お花の部分だけを抜くようになってるんですね。このね前ボケというのが入ってきますと、シャープな茎の部分、お花の部分で唯一なの茎の部分ですね、シャープな部分、ここをこうふわっと曖昧にさせることによって、なんかねふわふわしたものの中からこう生えてきたようなイメージになりますので、すごくね背景ボケと前ボケとともにこうねボケで包まれたようになるんですね。でこの前ボケを作るにはどうしたらいいかというと、さっきのボケを作る4つの要素思い出していただきたいんですが、絞りを開けるというのと焦点距離の長いレンズを使う、これは同じです。でちょっと違うのは花に近づくっていうのがねありましたけど、今度は前ボケにする花に近づく、ピントを合わせる必要はない、むしろねぼかしちゃうので、もう思いっきりもうレンズが触れるぐらいとは言いませんけどもね、それぐらいまでぐっと近づくと大きなボケになります。そしてさっき、主役と背景が離れてるほどねボケが大きくなりますと言いましたが、主役と今度はね前ボケになる花が離れてる方がボケが大きくなります。ちょっとねこの花で見てみると、さっきこちらにピント合わせて背景をぼかしましたけど、今度は奥の花にピント合わせますね。そして前のお花がボケるようになりますので、この前ボケになる花にはグググッもうピントが合わないぐらいでいいでしょ、近づいちゃって、そして奥の花にピント合わせるとこっちに勝手にボケます。もちろんこの花と花との距離が近いとボケないので、ぐーっとこれがね離れているところ、花畑の中でもね少し1メーターとかちょっとね柵がその奥ね1メーターから 1.5 ぐらいね離れてる花を選びつつ望遠で、で手前の一番手前にある花を近づいてこうねぼかしていくようにすると前ボケが作れますので、この前ボケですね、花をふんわりと包むちょっと奥行き感なんかも出てきますので、ね、主役と前側とそして背景ボケということで奥行き感も出てきますので、こんなの使うとねちょっと
まああのね、テクニックとしては、少し一歩上を行くテクニックかなと思います。今回はボケの作り方4つのポイントと前ボケについて学びました。次回は背景をどう作っていったらよいか、さまざまな背景についてを学び、また先生のご近所で撮影した写真を紹介しながら、身近な場所でも撮影を楽しむテクニックを学びます。次回の動画もぜひご覧ください。